イナビニュースをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。本田沙羅です。聞いた時はすごく嬉しかったですし、もうこの季節なんだっていう実感も感じれましたし、同じ事務所 の、 その先輩方、本当に綺麗で可愛すぎる先輩方にお会いできるのがすごく楽しみでワクワクでした。もう本当に兄弟の会話っていうか、みゆがドラマとか映画とかだと長期間会えなかったりするので、その間に会ったこととか、自分がお友達と遊びに行った時のこととか、あとは写真を撮り合ったりとか、そういうことをしてます。もう前も結構会えてなくて、二人きりだった時によっみたいなちょっとおーいってなって、誰よりも安心感がすごくあって、疲れたと思っても、みゆがサポートしてくれたりとか、取材とかでも分からなくなっちゃっても、すぐ助けてくれるので、すごく心強いです。なんか、自分はそのお姉ちゃんとかのつながりで、いろんな方が沙羅を赤ちゃんの時から知ってたりする方がほとんどなので、いつも、あ、大きくなったねとか言ってもらえるのがすごく嬉しいんですけど、やっぱり中学3年生になって、あるので、大人っぽいなって言われたい気持ちもすごくあるので、勉強とかもスケートも、え、沙羅ちゃんって、なんだろう、お、え、本当に沙羅ちゃんって思ってもらえるようなのをやっぱ想像しちゃうので、自分は天真爛漫だったり、昔から知ってる人はそのなんかやんちゃなしないといけないので、そういうところでも頼ってもらえるような存在にちょっとでもなれたらなって思います。自分を試すような一年にしたくて、どこまで頑張れるのか、未来の自分のために楽をさせるというかちょっとずつ積み重ねることが大事だと思うので、自分のできることで甘えず、自分ってどこまでできるんだろうっていうのは気になるので、そういう検証というか突き詰めていく、突き詰めていきたいです、はい。